奥日光、奥日光は、栃木県日光市の日光連山から、金星峠付近にかけての秘境を指す俗称である。一般的には、竜頭滝より、上の日光連山の再録から、金星峠の登録にかけた地域を指し、競技にはこの地域の国有林地のうち、奥日光の住所地を指す。また、中禅寺湖畔を含める場合や、日光市に接する群馬県殿郡片島村の、 近世峠最録を含めることもある。奥日光は日光市街地の標高約600メートルに比して、それより600メートル以上高い地域で、夏でも冷涼で、日光市街が梅雨空でも奥日光は晴れていることがあるなど、卑怯として知られる。人口は中宮市という元を合わせても900人程度で、定住者は少ない。奈良時代に、衝道商人が、 日光山を開いて以降、奥日光は日光山の社寺地,地であったが、明治以降、観光地として徐々に発展していった。現在の奥日光は日光市街地に比較し陥落的色合いはほとんどなく、静寂な避暑地、または温泉保養地となっている。奥日光の温泉の源泉は日光湯本温泉にあり、三つ温泉、中禅寺温泉など、 奥日光の温泉はこの源泉からの飛球である。なお、戦場ヶ原、赤沼小田代ヶ原千住が、浜間は、一般車両の通行は、制限されており、抵抗外のハイブリッドバスが運行されている。奥日光の歴史は、日光連山が、奈良時代後期あるいはそれ以前の古代から、山岳信仰の対象となった頃に遡り、伝承によれば、下津薬師寺の層で、 鑑人和上の弟子のよい図によって、会を受けて、高僧とな。聖堂商人が、主言道の霊場として日光に籠もって、日光山を開き、さらに奥地の秘境へと分け入って、日光湯本温泉を発見して、薬る利口如来を祀った、温泉寺のが、奥日光の禁言とされている。なお、日光は、二ら、南大山が、由緒となる。すなわち、奈良時代後期に、 正道商人によって解散され、二ら、ぼたらく山として、信仰を集め、平安時代に入り、空海によって、二らイコールこうイコール日光と改められて、日光となった。伝説においても日光神教は、山助蛇橋が優勝。また日光戦場が原は、日光神、大蛇と赤城神、ムカデが、死を決して戦ったことに由来する。両政国時代、 奥日光は日光山の寺社地であった。明治時代に入ると、夏季の奥日光の霊量差が評価され、湘南地区と同じく外国人の保養地として、中禅寺湖畔にはトーマスグラバーの別荘など外国人別荘が建てられ、日本の夏季の一大社交場となって流星した。戦時中には皇太子、秋人新王が同級生と共に疎開してきている。戦後、 高規格の舗装道路が整備されると、類まれな景勝地には、国内観光客が訪れるようになり、外国人別荘は、ホテルや公園として再生され、また、観光牧場、温泉旅館などの観光施設、下記の高層湿原を回る遊歩道などが整備され、湯元には日光山林王子によって、温泉寺の道具が建立された。1951年、昭和26年、 正道商人が発見したとされる日光、湯本温泉の源泉が1 2トル下った中禅寺湖畔に立地する中禅寺温泉の各温泉施設に引き込まれ、温泉施設として人気を博することとなった。1973年、昭和48年、日光湯本温泉は、現代の自動車社会の到来に伴う温泉ブームに乗って再建された。 1987年、昭和62年、戦場が原にほど近い三里温泉の日光、アストリアホテルが開業し、日光湯本温泉の源泉を引き込んで、温泉施設の営業を始めた。1989年、平成元年、JTB は雑誌、旅1989年9月号の市場において、奥、日光を、日本の秘境百選の一つとして、 栃木県から群馬県にわたる地域を選定した。2005年、平成17年11月8日、日本政府は、ウガンダのカンパラで開催されたラムサール条約、定約国会議を機に、奥日光の出現、湯の湖35.71ヘクタール、湯川5.3ヘクタール、千浄ヶ原174.68ヘクタール、 おだしろが原44.72ヘクタールの計260.41ヘクタールをラムサール条約における野生の水鳥の生息地として特に国際的に重要な保護湿地として登録した。奥日光の気候は冬季に小雨で夏季にタウとなる典型的な太平洋側気候であり、欠片の気候区分では岩体湿潤気候 DFB に該当する。 奥日光は高地であるため夏は冷涼で湿潤。冬は積雪は少ないものの、一度降った雪は気温が低いので溶けずに残る。冬は乾燥した毎日が続き、晴れた朝には最低気温が氷点下20度程度まで下がるど、冷え込みは激しく比較差も大きく非常に寒冷である。このような気候の特色の点で、北海道東部の太平洋側に近い気候と言える。一方で、 日光湯元温泉のある湯の湖はより、日本海側からの雪雲の影響を受けやすくなる、日本海側式気候の影響も強い豪雪地帯で、スキー場があり、陶器は豪雪により、近星峠を通って、群馬県へ抜ける時は閉鎖される。気象庁奥、日光特別地域気象観測所は、標高が1000メートルを超える中禅寺湖畔に設置されて、おり、1月、 2月の平均最低気温はマイナス8.1度と低くなっているが、冬季は湖の影響に加えて季節風が強い地域となっているために放射冷却は起きにくく、過去最低気温記録も1984年3月15日に観測されたマイナス18.7度に過ぎない。これは日光市トロブの極地のマイナス19.5度、1985年1月19日。 よりも高い。一方、戦場ヶ原は、平らな地形で熱が逃げやすく、冷気がたまりやすいことから、放射冷却が起こると、マイナス二十度以下まで冷え込むことも、珍しくない。火器は年間の降水量が集中し、5から10月の降水量1 6 3 1 7ト、mm、ルは、年間降水量2 1 7 6 3ト、mm、ルの、約四分の三に達し、この火器の降雨が、 奥日光の豊かな植生を育んでいる。各種トレッキングコースが整備されている。以下、代表的なコースを掲載する。近年、熊の目撃件数が全国的に増えている中で、栃木県も月のワグマの目撃が増えており、奥日光でもよく目撃されるようになってきた。環境省の日光自然環境事務所は、奥日光を熊の生息地そのものとしており、 人間はクマに襲われないよう、最新の注意が必要であるとしている。クマの目撃が増えた要因としては、どんぐりの不作などが原因の一つとして挙げられているが、はっきりとしたことは分かっていない。奥日光の戦場が原は、小学六年生の修学旅行で、ハイキングコースとされることも多く、クマの目撃件数増加を受けて、コースを変更する学校も出てきている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。